あのネット広告にしても何でもそうなんだけど、まあ、基本うちはやらない。美味しいものを作ってればきっと来てくれる。ただそれだけです。多分近くの辺の原価率が一番高いんじゃないですか。アミューズメントパーク小島って名付けた私ですか。あまりにもお客さんが私もいじるんで、小島行ったらこうだって、小島行ったらこうだって、あそこはアミューズメントパークだと思ってくれと思うと、もうすごくいい店があって、ああいうなんか個性が光る店、私の信念、店員もみんなそうなんだけど、マニュアル社会の中におもてなしってものはない。一人一人が持ってるやつ、個性がおもてなしになるんで、そう、だからグローバルスタンダードかとかいうの大嫌いんだよ。だから一人一人挨拶の仕方も違えて、その人なりのやり方、お客さんの接し方でいいと思うんですよ。大手のでっかいところでね、やっぱマニュアルところに慣れてる人も取り来て、なんか妙な雰囲気、逆にそういうのが好きな人はそういうところに行けないし、マニュアル化させると絶対もう個性も潰れてるし、ね、おもてなしなんてなくなっちゃうから、言われたことだけやってりゃいいやになっちゃう。またそのロボットのような小島でも好きだったんですよね。じゃああれがロボットかっていうと、もうあれ個性の塊じゃない。個性がないやっぱ店が増えたんで、それぞれの個性で、それが最高の接客になるんじゃないかって信じてやってますけど。作っても作っても全然儲からないですね。やろうとすればラーメンショップでここが一番うまいよっていうのはやっぱ目標の中であるんですよね。なんでラーメンショップは店舗によって味が違うっていうのは手作りだから。ラーメンショップはもう全部炊き出しです。なんだろう、逆に固定概念がないんで、いろんなことにチャレンジが、このスープなんかもそうなんだけど、この豚骨スープって私が名付けたんですけど、サイの国の黒豚の骨を使ってるんですよ。ずっとうちもこれ隠してたんですけど、最近こう打ち出して、まあ、逆に真似するんだったら真似してくれる。これから多分ね、豚骨もブランド化されていくと思うんですけど、多分まあそういう中では先駆けなのかなっていう、とにかく固定概念持たないことですね。多分これやってる方って多分いらっしゃる、うん、肉屋さんがね結構力あるんで、知り合いとかもいるんで、例えば埼玉の香り豚っていう豚があるんで、それの豚骨だけを持ってきてくれる。
通はもうなんか全然ブランド化されてないですよ。トンコツってまだそこまで行ってないんで、いろんなブランドをごちゃ混ぜにしてポンって出てるんで。天然のスープっていうのはやっぱこだわりたいんで、まあなんだろう、今の時代8割方がね、あの出来合いスープを混ぜて終わりなんて話も聞くんで、まあある意味そっちをやった方がブレなくて美味しいものが安定してできるっていう形なんだろうけど、うちは逆にその結構常連さんやっぱ多いんで、そのブレを楽しんでいた。朝なんか特に6時から始まって7時までの間にもう15分単位で味変わるんで、そういうのも逆にお客さんが楽しんでもらう。あえてブレててもいいのかなっていう、毎日いらっしゃるお客さんがいるんで、そうするといやマスター今日のスーパー最高だねっていうやっぱ瞬間もありますし、うん、そのなんだろうな、そういうのの笑顔を見るためにこう日々、まあ、頑張ってるというか。はい、豊島エネルギーチャーシューの海苔蒸し固定固め。はい、ありがとうございます。いただきます。の提言っていうのはこれと言ってないんですよ。偽物がすごい出回った時にほらいろんな、まあ、これ白のれんっていうんですけど、まあ基本的に